はい、どうも。今日は、箱根水族館のところで、箱根に一泊旅行行った時に箱根水族館というところで、そこの近くの売店ので買ってきたお土産を紹介したいと思います。それがこちら、じゃじゃん、バナナラムネ 250ml です。さあ、でしかもここにラベルを剥いてみて、まるでバナナみたいでしょって書いてありますね。じゃちょっとここのラムネの部分ちょっと剥いてみましょうか。ラムネの皮を剥いてみましょうか。このバナナの皮を剥いてみましょうか、ね、そしたらこんな色なんですね。こんな色してます。はい、で開け方は、でこれで開けます。うお、開いた。じゃあ早速乾杯、いただきます。あー、バナナの香りがすごい広がってきますね。これやっぱりバナナラムネだけにバナナの香りが広がってきます。すごく美味しいですよ。あー、でも美味しいですけども、そんなやっぱ普通のラムネの方が美味しいです。結果普通のラムネの方が美味しいです。まあでもお土産にこれはちょっといいかもしれないですね。しかもこれあのプラスチックの容器でできてるんですよ。ペットボトルなんですよね。うん、瓶じゃないんですよ。見た目は瓶ですけどね。見た目は瓶ですけども、プラスチックでできてますんで。というわけでグッバイ。